デブ何もは疲れちゃった、デブという名のデブを書いて、あ、ここにはまったわ。え、これこんなにすんの？式神のスリー今こんなすんの？高っ。買っといてよかった。俺買った時 2,3 千ぐらいだったもんね。8,000円はねえわ。ちょっとびっくりした今。目ん玉ボヨーンってちょっと。リンちゃん、え、リンちゃんのあれじゃん。あ、そう、ほんとそうってやつ。あの、うなぎでしょ。うなぎの、あーってやつ。ちょっとマジウケる。特上とかってポップダメだよ、そこ。そこはダメ、ポップ。おまみじょ、そこはダメ。あー聞こえてたみたい。失敗。いやもうやめろ。もううっちゃかしいの記号が分かったんちゅう。うっちゃかしいがやめ、ちょっとやめてよ。もうポップこそ君の後ろに行ったよ。分かったからそれ、うるさいよ。分かったからママ。あ、もうちょっとうっちゃかしい、うっちゃかしい、ほんとにね、やめて、ほんとにもう。何が？ほんとにうっちゃかしい。うっちゃかしいですよーって。うっちゃか、うっちゃかしいですよー。あれやってろよ、パズキャン。うっせぇな、デブ。パズキャンやったらおとなしくなると思ったら、大間違いだ。バイー。ママキャン。うっちゃかしいですよー。まあ、かったかった。うっせぇ、ママ。ポップ、お前、もう変わったとこ行く意味だ。見た、あれ。あのクソ攻めとこ行った、集中近くなんかポップ腐るよ。これ1000円ぐらいだったのに一気にこんなにボーンって値が上がった。嘘、キャンプ買った。またあんた余計なもん買うの？買ってないよ、見てるだけじゃねえ。購入しましたって出てんじゃん。あ、これは違うやつ。あ、いた。自分で何とかやってってね。はーい。はーい。あんたの借金するのにアホらしくなってきた。ほっ、ぬらりひょん。なにこいつ戻れねえんじゃねえ。後ろに行った。おばみひょん。僕が寝やすいようにさっきマット引き直してやったんだよ、後ろ。何これ。デブリヒョン。クソバは。上からと下からどっちがいい？なし。上と下どっちがいい？ちゃんと言って早く。真ん中。真ん中。真ん中つったよ。バミタン。しないでしょ、やめてください、そういうこと言うの。なんであれ結構トラウマだったよな。さあ、何色エンストっていうか、エンストじゃないよあれは。もうバッテリー上がりで最悪。いや、もうカタカタカタって音で目が覚めたの。なんかすげえチャタリングの音するんだよね。バラ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 。何の音かわかんなくて。うん、まさかのね。ね、とんでもねえ音だったな。もう末期症状の音だよ。ウルトラトラウマだよ、あれ。おばみのトラウマだよ。いた！バカ！いって！スネリストです。オバリストだろ。デブスト。オバニスト？なに？デブスト？あ、聞こえてた！首都高バトルが出るらしいじゃん。来年だか。ただパソコン版だけっていう。来年は生きてないよ。はあ、はあ、そうですよ。
テプ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 クソババア。テブブブン。おい、どうでもいいと思う。デブ疲れ様。はあ、私こうやってお疲れ様で歩いてるだけの動画で100再生だった。俺はこれで飯食うんじゃねえ。ばあちゃんうるせえよ。何が音ゲーのやつしょぼダメだ。俺もうやめようかな、ゲーセン。ゲーセン全然稼いでねえもん。ゲーセンやめなくて金かかるだけだな。引退しようかな、マジで。うん、家にしよう。あの、ま、イニシャル D はやめるかもしれない、マジで。ああ、イニシャルは別に、うん、イニシャル D やってんなもんなくね。今回のあれやったらね、引退かなって感じ。奥多摩、うん、ドライブ動画やっぱめちゃくちゃ再生する。なんでこれこんな言ってんの。ちょっとやめ。9000とか言ってんだけど、5000とかもあるよ。おかしくね。自分で言うのもあれだけど、なんかおかしいよ。それな、フォトゲーとかゲームはやっぱ。他人のゲーム動画って見なくない？うん。あの、家庭用のゲームは見たいけど、ゲーセンのゲームはわりかしどうでもいい。まあでも、後から見るってのもあるけどね。あ、こんなのもあったんだね、みたいなさ。っていう記録でもいいんだけど、ちょっとリスクでかいかな。あの音ゲーは結構スレス挟まるからいいんだけどね。ああ、まあ分からんでもないけど、うん、私はもうやんないけど。ちょっとイニシャル D は、うん、やってても楽しいんだけど、どうなのかなっていうのはある。自分でコース作るやつ作ってたよね。あるよ、まだ。あれ自分で作っといてなんだけど、だいぶ鬼畜だよね。うん、やってねえ。スイッチの買ったけど、やろ。あの初見殺しみたいなさ、コース作ったじゃん、うん、あったね。思惑通りのとこでみんな死ぬよ。やろかな、また。行っちゃっていい？どこに？南部じゃなくて、ちょっと南部離れちゃうから。何さっきあそこ南部離れちゃうから南部行っていいってどういうこと？あのリンプ、オトスコ行っちゃうね。じゃあ行こっか。これはすごい。ほらほらほら、チンペイがやってきた。怖い怖い怖い。今日箱根ガスやばそう。持ってるけどやっぱやろうか。体力落ちる、ゲーム音ゲーやってないと。うん、うん、それがあればいいか。私はもう仕事で体力使ってるからね。
ただ1日に5クレとかそこまでやんないもん。